レトスの小野です。12月7日の3問に入る前に、忙しくて勉強時間が作れないという方に、忙しくて勉強ができないのはおかしいという動画を別途用意いたしましたので、もし忙しくて勉強時間作れていないというのであれば、ぜひこの動画ご覧いただければと思います。で、動画については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。また、右上にもお知らせのボタン出しておきますので、そちらからもご確認いただけます。では、3問に入ります。AB 間で金銭消費貸借契約が締結された。借主 B は、期限の日に返済のため、電車で A の自宅に向かったが、人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。この場合 B は債務不履行を免れる丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。 B は債務不履行を免れることはできません。金銭債務の債務不履行では、不可抗力、大地震だったりとか津波とかが原因だったとしても免責されないんですね。で、今回の人身事故っていうのも不可抗力の一つです。つまり、転載などの理由によって、期日に返済することができなかったとしても、債務不履行、履行遅滞になるんですね。よって、罰だということです。ちなみに、金銭消費貸借って何かというと、簡単に言えばお金の貸し借りの契約です。そして、金銭債務。これ何かっていうと、例えば、借りたお金を返す義務だったりとか、商品を買ったことによる代金の支払い義務。これらが金銭債務ですね。お金に関する債務っていうイメージです。あとですね、賃料債務もそうですね。例えばアパートを借りましたって言った時に、アパートの借り主は賃料を大家さんに払う義務あるじゃないですか。その賃料債務もお金に関する債務なので金銭債務にあたります。で、宅建試験っていうのははっきり言って勉強の仕方、覚え方、理解の仕方も含めます。それが分かれば合格できるんですね。で、今回も金銭債務、簡単に説明しましたけれども、難しくないですよね。でも、ほとんどの解説書っていうのが分かりづらく書いてあるんですよ。もしくは書いてなかったり。で、これだとですね、もう自分自身で別途調べなきゃいけないってなっちゃうので、めんどくさいし、時間かかるし、結局調べれなければ理解できないまんまになっちゃうんですよね。そうなるとやはり合格するのは難しいです。で、レトスの個別指導では、できるだけ分かりやすく解説して、短期間で合格力をつけていただけるようにしております。なので、勉強しても理解できてないなっていう方はぜひですね、個別指導で一緒に勉強しましょう。今からであれば、あなたに来年合格していただく自信はございます。個別指導については、動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認ください。で、問いですね。法人の役員のうちに、業務上過失致死傷等の罪により、3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ×ですね。法人の役員や政令使用人が結核要件に該当する刑罰、例えば、禁錮刑以上の刑だったりとか、暴力や宅建業法違反による罰金刑、こういったものに処せられた場合っていうのは、役員も結核ですし、法人も結核と。今回の問題は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができないんですね。二人とも結核に当たります。で、そして執行猶予がついていた場合、どうなるかっていうと、執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、本問は執行猶予がついていれば直ちに免許を受けることができるとこう書いてありますので、この部分が誤りですね。執行猶予期間の満了までは待たないといけないですよね。これ基本問題なんですけども、凡ミスするような問題なんですよ。で、ここで凡ミスするようだと合格できませんので注意しましょう。で、問3です。土地区画整理組合は仮勘地を指定しようとする場合においては、あらかじめその指定について土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。で、この問題出たら絶対に取っていただきたいんですね。なぜなら土地区画整理審議会っていうのは、公的機関が施工者の場合に設置される機関なんですよ。今回施工者っていうのは公的機関ではなくて土地区画整理組合ですよね。これ民間ですよね。よって土地区画整理審議会の意見を聞く必要はないんですね。土地区画整理組合の施工の場合、総会等の同意が必要になってきます。よって誤りっていうことですね。今回の内容っていうのは市販のテキスト類には小さくしか書いてない場合が
多いんですね。でもこれ非常に重要な部分なんですよ。なのでぜひ頭に入れていただければと思います。で、今日一番最初に、忙しくて勉強時間作れない方に対する動画についてお知らせいたしましたので、もし忙しくて勉強できていないというのであれば、ぜひ参考にしていただければと思います。この動画の真ん中あたりにリンク貼っておきます。もしくはですね、これリンク出てないよっていう方は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。